はいどうも、相馬です。今日もエルデンリング続きやっていきたいと思います。今日こそ進みたいな。今回こそ進みたいぞ。オッケー、ザリガニに注意して進んでいこう。気になるものがあったらね、ちょっとやっぱ見てしまうかもしれへんけど。ザリガニには注意して、あとはサクサクっといって、ある程度な。前回目星、目星つけてるから。なんか小屋あるで。小屋は見とこうぜ、さすがにな。学院の、うわ、でっかいラフレシアおる。何してくる?うわ、また魔法、もう魔法嫌なんよな、俺。魔法嫌いなんよな。うわぁ、これ死ぬんよなぁ。ちょっとあれは厳しくないか?ちょっとあれは厳しくないか?水没都市みたいになってんのかな?あ、入られへんのか。あ、もう雑魚扱いなんですね、こいつら。なるほど。はい、これで真ん中戻ってきましたよ、と。何や、こいつら。え?おー、アクロバティックやな。ん?気持ち悪っ。盾が草っていうな。めくってきたで、今こいつ。めくり攻撃してきたで。オッケー、スタート。辺境に乗る。遠目から見たらあれパイナップルに見えるな。あの気球気になる。オッケー。いた。オッケー。あの気球めっちゃ気になるな。あ、これ正規ルートの、あれか。いやな。オッケー。ほんなら気球だけ見たらさっと行こう。あ、でもザリガニおるんちゃうかな、この辺な。降りてきた。えぐい。低難波あんの。そんな強なかったやないの。初見殺し的な?ねえ、こっち、あれザリガニやん。あれザリガニやろ。見えてるもんな。背中見えて、ほら。はい、これだけ取らして。何がある?あー、胆石。うわ、びっくりした。無理、ちょっと逃げさして。ブシューくれ、ブシュー。うぅ、バードショット。オッケー、ここまで来れば大丈夫やろ。ほんま言うたらな、この辺ももうちょっとしっかり探索したいんやけどな。盾持ってない分、こいつらの方が体力多いんか?まあ、バクスタ一撃やったら、なんでもええ。こっち見てるやん。
いや、あのパイナップルどうやって倒すのよな。もう俺遠距離チクチクしか思いつかわへんで。なんか大魔法防護みたいなのつけて、魔法耐性ギャンギャンに上げるとかな。結構ほんま、理不尽な死が多いな。うわ、カニ、みんなでっかいカニもいてるんちゃう？どう？倒しとったら出てくるとかない？出てけえへんかったな。あ、さっきここか。やられた。やられてはないんか。あれさえ防げれればなぁ。馬がかわいそう、馬がかわいそう。なんかどうしても建物見たら、中入りたくなってくるよなぁ。おぉ。リエーニー北部。おぉ、これで地図、マップが増えたっけな。ここは。なぁ、ここは。右側は。建物は特になんもなさそうやな。あ、こっちは、あ、こっちやな。うん。OK？ 正面開いてた？開いてないな。あー、ザリガニの影が見えるからあっちはやめとこう。いやーでもいずれかはザリガニも倒さなあかんねやろうけどなー。おーおーおー、まあ待て、まあ待て、まあ待て。おー、なんか魔法使いもおるやんけ。まあちょ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 、オッケーオッケー、ええよ、もうええで。オッケー。もうそれ嫌い、それ嫌い。あ、行き止まりや。やばい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 。オッケー。あかん。どこ投げてんの？危ない。よう生きてんな、俺。危ないって。ああ、死んだ。お、それ、お前も焼かれろ。オッケー、ナイス。そう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 。そう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 、ナイス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 。助かったんだ。助けてくれたな、あいつが。いやー、同士打ちルール、ありがたいわ。ほんで？なんかありそうよね。カニはおるよね。カニはでも大丈夫や。ザリガニより攻撃通るから。もう、それ、ほんま嫌。あがががが、が、また死ぬて。お、それ、切っとけ、切っとけ。あが、あ、あーもう、やだやだ。おっぷない。おしおし。二体同時に投げるのずるいわ。うん。うん。オッケー。オッケー。
高低差と数の暴力ってこんな押される？そんなに？まあ、あの魔法のなんか投げるやつはあれずるいわ。あんなん使うと飽きませんわ。わ、なんかありそう。ちゅうかね、早く飛び道具が欲しい。何回も言ってるけど、弓矢が欲しい、弓矢が。なんでやの、これなんで取られへんの。だかい、やーもろてもやな、弓がないんや。弓がないことには打てやんがな。一体だけやったら大丈夫ってこともなさそうやから回復しとこう。おー、それ武器持ってる武器一緒ちゃうかお前。弱っ、せやん。まあ多いなぁ。敵が多いなぁ。これちょっと厳しいなぁ。一体ずつな。無理をせず一体ずつ。なんかおるしな。あそこで止まってくれへん？お願いやからそこで止まってくれへん？オッケーよー、ありがとう。ことの？あ、ことの違うな。ホタル。ぐるっと回れるようになってんな。あ、敵対戦でもいい、ええように？やけれども、俺は敵対する道を選ぶ。こうやってスニーキングしていけばな。ええだけの話だからな。あ、ドバーッとあいつら支え込んで、あの炎の後ろに逃げたやんな。お前は絶対通す。オッケー。あ、意外といけるな。意外といけそうやな。あ、いや、あれ。おぉ。なにこれ、なにこれ、なにこれ。おぉ、なに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 。ちょっと待て。あ、火吐く感じね。大砲的な。待って、後ろ。離れたところからチクチクやりやがって。オッケー。で、あいつ先倒そうか。オッケー、なんか落とした。あー、これ危ないんちゃう？危ないんちゃう？危ないんちゃう？なんか引いてきたで。危ないやないかい。心中の盾、もう持ってんねんなぁ。なんか、ないんか。なんかないんか。馬は？あ、乗れるな。これは、どなた？敵ではなさそうね。こんにちは。読ましておくれよ。指を。いいよ。ミケラ様にご縁がある。殺戮、殺戮、殺戮。だがそれ、大壺から、かっさらうのさ。大壺ね。大壺もなんか話しかけて、俺。一回。ほいでほいで。ああいう扉って開けへんか？開かへんな。わあ、ここ飛び乗っていろいろ見たいなー。変わらんやないの。
ておけ。で、正面行きます。皇室の探石。ヘルバ。あとはもうなんもないんか?おるやないの。オッケー。戦技とかはどんどん使っていきたいね。やっぱ、盾をパリーなしにして簡単に撃てる戦技とかにした方がいいんかな?こういう時にな。強いけどな、この戦技も。オッケー。蹂躙したので、あとはこの上やな。なんかあったよね。光行ってたから。うん、やっぱ祝福あるよね。あるけどなんか結界張ってるな。いけるんか?いけるのかい?待ち合わせの地図。どこの持ち合わせがあったんやろな。奇跡剣。を持たぬ者は進むことができない。奇跡剣、奇跡鍵?っちゅうのがあるわけやな。それを探しに行かなあかんわけか。なるほど。じゃあ結構時間かかりそうやの。じゃあちょっとね、今回早いけど。ここら辺で終わりたいと思います。次回ね、奇跡剣なるものをちょっと探しに行かなあかんから、円卓とか行ってみてちょっとヒントがないかどうか調べようかな。それではここまでご視聴してくださった皆様ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ほなね。